司の担当は、リオとフェニックスの対話シーン。それまで追いかけっこをしていた二人が、少しずつ交流を始めていくシーンだけど。でも、どうなの？どうって、何がかしら？ずっと生きてるってことだよ。それって、寂しくないの？家族も友達も、みんな先にいなくなっちゃうんでしょ？別に、どうとも思わないわ。そんなこともう、慣れたもの。それってやっぱり、寂しいんじゃ。ああ、もう、口ばかり回るのね。無駄口叩く暇があるなら、ちゃんと追いかけなさい。待ってよ。役作りのレベルが全然違う。もちろん、司の演技だってすごくいい。気弱で優しい男の子って感じがよく出てる。でも、これは、何？どうしてあの子と話すと、私の心臓は、握りしめられたように苦しくなるの？ただの人間。たった数十年で、あっけなく消えてしまう生き物。なのに、どうして？どうして？どうして？こんなの、知らない。目が離せない。フェニックスから、清流院さんから、どうしても。私は、できるの？いつか、あんな演技を。ありがとうございました。まるで、相手にならなかった。あいつのフェニックスの前で、俺の演じるリオはまるで、生きていなかった。